アッシュレディオ。おはようございます。おはようございます。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。質問からいきましょう。いきましょう。アシナさんのビジョンを見通す力について教えてください。以前も言われてましたが、そこまで詳細に描けるというのは経営者になってからでしょうか、プルデンシャルの頃からでしょうか。だんだんと自分のレベルが上がるにつれて見えるものが詳細になってくるのでしょうか。またビジョンを描いてそこへのモチベーションから仕事をするスタイルでしょうか。孫正義も同じようにそこに生活する人がどんな風かというまでイメージするとおっしゃられていましたという質問です。そうね、なるほど。むずいね、ビジョンって。ビジョンを見通すか。ビジョンとかミッションとかめっちゃむずいよね。うん、まず言葉の意味が分かんないもんね。うん、みんな多分ビジョンの意味も分かってないし、うん、ミッションの意味も分かってないじゃん。うん、だからそういう言葉は使わなくていいと思うよ。なるほど。でもなんか孫正義のビジョンみたいなの見ましたけど、10年後から来たかのように喋るって言ってました。ああ、なるほどね。はい、それはあるよね。見てきたよ、こうなるよ。それはあるよね。アシナさんそれがあるんじゃないですか、ちょっと。ああ、やっぱり。ああ、10年後ね。うん、最近10年後見えてないな。ああ、ビーツなんかそう思いましたけどね。でも、いや、脈を上げるという解決策。そうなんだよね。なんかもっとなんかもっと広げたいけどね、うん、脈を上げるという解決策を。はい、絶対じゃないですか、脈が。うん、いや、そうなんですよ。お金があろうがなかろうが、名誉があろうがなかろうが、脈を上げたらすごいみたいな。うん、ビジョンとかミッションとか難しいよな。ビジョンって言われても何の話だ。ビジョンってさ、本当はさ、うん、なんかこの見えてることじゃん。うん、だからそういうことだよね。だからビジョンを頑張って作ろうとしても無理で、うん、その見えてるものを喋るだけだから。うん、確かに。例えば恵比寿駅降りるじゃん、で恵比寿駅の西口改札を降りるんですよ、うん、で西口改札を降りて左側に抜けていくと恵比寿像があって、その手前に紀ノ国屋のコンビニがあって、あります。でそのまっすぐ抜けていくと、恵比寿交番があって、うん、その信号を渡ったところに、うん、この間までたい焼き屋さんがあったんだけど、はい、だからあのたい焼きさんが潰れちゃって、うん、今何やってるんですか。わかんないです。なんかわかんない店があって、うん、でそのまっすぐ行くと左側にピーコックがあって、うん、そのままずっと抜けると恵比寿の五差路っていうところにたどり着くんですよ、うん、でその恵比寿の五差路の右から2番目の道をまっすぐ行くと左側にビーツがあるんですよ。そうですね。っていうことじゃない、ビジョンって。ビジョン見えてることを喋ってるわけだ、うん、っていうことだと思う。なるほど。でもこれ見えてなかったら喋れないじゃん。なるほど。ああ、見えてるものが違うっていう話ですよね。うん、人によって。そう、だから少なくともあなたが見えてるものを喋るようにしておけばいいんじゃない、うん、もしくは今みたく見えたものを喋る練習を しとくのもいいと思う。ああ、確かに。なるほど。まるで頭の中で自分も一緒に言ってるかのような、うん、でも見えてるはずだけど言語化が下手なだけな気がしますけどね。ああ、確かにね。見えてるんだよっていう。あとはその成功と失敗をちゃんと見てないと、ああ。見えないよね。なるほど。見えないものは。はいはい。こういう人ってこうなるよねっていう。なんかそれは自分のなんか超能力なんじゃないかっていうぐらい見えるからな。あ、なんか顔とその人の発言だけで、うん、大体この人がどうなるか分かる。あ、それでも言ってますね。統計ですよね。統計。いや、でも例外もあるんですか。あれ違ったみたいな。あ、例外はその統計データに入ってないものは例外になっちゃうね。あ、だから外国人は分かんない。なるほどね。うん、日本人なんだ。でもそれはそれでまたその統計データに組み込まれるんですか。
それはそれで統計データ、そうそうそう、それがどんどんその統計が増えたって感じ。はいはい、それすごいっすね。うん、面白いな、ビジョン。次の質問いきましょうか。いきましょう。ああ、なんか同じような質問ですけど、うん、理想の以前の理想の見つけ方という放送回で、うん、芦名さんの美女を見通す力を離れていましたが、もっと聞いてみたいです。ソフトバンクの孫正義さんも、ビジョンをイメージするのは、そこに生活する人がどんな風同じ人だよ、それ。同じ人か、これ、うん。同じ人が2回質問します。ちょっと待ってくださいね、質問が見つからない。質問見つけよう。これ答えたかな。芦名流バッティング理論を教えてください。ほう。野球未経験ですが、バッティングセンターでいい当たりを量産したいです。ああ。いい当たり。うん。バッティングセンターって、うん、ボール重くない？まあ、機械だからじゃないですか。あ、だから？え、あんな飛ばない？もっと飛ばない？公式とかだったら。なんかもっと、カーンと飛ぶイメージなんだけど、空気入ってないのかな？ボールに。いや、機械だからじゃないですか。マジ？あんな、なんかめっちゃ重い気がする。回転量、いや、ボールが重いんじゃねえかな、あれ。あ、そもそもか、空気入ってねえのか。軟式だよね、さすがに。軟式っす。軟式の打感があんな感じなのかな、久しぶりに打つと。いや、なんかもっとパンパンになんか反発しない気がするな、バッティングセンターのボールって。うん、確かに重さはあるかもしれないです、うん、でもなんか物理学的に言えば、うん、バッティングは絶対に胸を開いちゃいけないっていうことだけだと思う。へえ。胸を開かない、要は自分の肩と肩が肩と肩の延長線上にまっすぐ線を引いて、うん、つまりこう両手を広げた時に、うん、自分のへその前で打つのが一番強いじゃん。うん、確かに。でも胸とか肩を開いてそのピッチャーの方に向いてると一番弱いとこが当たるの。確かに手が遅れてきてる。ああ、そうだから、まだそのヘッドが走ってない時に当たっちゃうから、うん、そうすると弱いよね。確かに。でもボールはそっち側から来てるから、あのそっち、なんだろう、そっちの方に胸向いちゃうんだけど、うん、ゴルフとかもそうじゃない。確かに。ゴルフも右バッターだったら左側に飛ばしたいと思うんだけど、うん、ゴールがそっちだからそっちが向いちゃう。確かに。手が遅れちゃうから、うん、スライスしちゃう、うん、だからなるべく胸を見せないってことじゃない、うん、でそうすると多分変化球に対応できるんじゃない。なるほどね。確かに。もう振っちゃってますからね。うん、なるほどなるほど。胸開いちゃうと、だってこの一番最終的なテイクバックから、うん、ボールまでがなんか短すぎない？うん、でもここで構えてれば、確かに、そのね、ここで打てれば。確かに確かに。だ、へその前で打ってください。なるほど。でもバッティングセンターって行かないっすよね。うん、あったら行きたいけどね、ちょっと。うん、暇だったら、うん、暇だったら。大阪でちょっと行きましたもんね。行ったね、大統領の前。大統領の横にあるやつ。歌舞伎町とかにありますからね。そうなんだ。あ、あるね。はい。歌舞伎町あんま行ったことないけど分かるわ。歌舞伎町2つぐらいあるんですよ、しかも。へぇ。大谷翔平やばかったね。わぁ、それを話したかったです、今。あれやばかったね。あれ異次元です。ちょっとこの間、
あの中国戦、日本対中国、はい、ちょ日本対中国がどうなってるかについてはちょっと今日は話さないですけど、はい、まずあの親善試合というか練習試合というかね、うんうん、ダルビッシュもいくつですか。ダルビッシュって僕より上じゃない？え、同い年？僕田中マー君と同い年だから。あ、じゃあ全然もっと上ですよ確か。じゃあ38ぐらい。はい、すごいね、うん、てか大谷翔平ってさ、うん、投げ方セオリー通りじゃなくない？僕見るたびに思うんだけど。わかんない、投げ方は想像できない。普通ピッチャーって、うん、その日本で言われるステッキいいピッチャーって、うん、投げる直前まで、その大谷は右投げじゃん、はい、で大谷って投げる直前に右脇にボールを持ってくんだよ、こうやって、うん、はいはい。でも肘が上がってね。そう、肘が上がって。でも日本のピッチャーのセオリーって肘下がってない。あんなになんか肘上がんなくない？野手の投げ方がやっぱ。ああ、そう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 。なるほど。なんか正しいピッチャー投げ、日本で言われる正しいピッチャー投げじゃないよねっていう、はいはい、でそれで言うとダルビッシュもそうなんだよね。ああ、そっちが正解なんじゃないですかってことね。で、あれは多分強いストレート投げれるんだけど変化球投げられないんだよ。ああ、なるほど。なるほどね。だから変化球投げるんだったら絶対その体に近いところでボールを持っといた方がこの手首のさ、うんうんうん、手首を固定できるじゃん。なるほど、確かに。まああと見られるとかあるんじゃないですか。指を、はい。ああ、隠す人多いっすよ。そうなんだ。最後まで。へえ。ソフトバンクに和田って言ったじゃないですか。知らん。和田って左ピッチャーですけど、うん、もう最後まで分からんらしいです。どっからボール出てくるか。はい。そういうのあるよね。なんか球の速さとかじゃなくて、うん、投げ方みたいな、うん。大谷すごいな。なんかちょっと本当に規格外だよね。うん。しかも変な筋トレしてなさそう。うん。ビッグスリーしかしてなさそう。ああ。大谷の有名なデッドリフト動画とかあるもん。あります。だからそれめっちゃわあ。なんかいろんな人のその筋アスリートの筋トレ動画とか見るんですけど、うん、なんか意味わかんねえことするじゃないですか。あ、なんかちょっと軽い重量でやってみたりとか、うん、もうやめてほしいです。いや、そうなんだね。ビッグスリーに結局かなわないからね、うん、全部使うからね、うん、だって大谷もダルビッシュもでかいじゃないですか、うん、絶対ビッグスリーしてる、うん、特にネットリフトね、うん。すごいわ。ありがとうございました。ありがとうございました。